パス始まるよ。どうも、高田桃です。はい、今日は4月の2日と3日に横浜でボートショーが行われたのでお手伝いをしてきたんですけど、この2日間の桃の様子をギュッと動画にしてみたので、皆さん最後まで見てくれたら嬉しいです。というわけで早速、その場所にね、着いてからすぐにお弁当を食べたんですけど、その韓国風のお弁当で、こうピリ辛の美味しいお弁当でした。はい、そしてこの日は真っ白なお洋服で、このスカートはももが初めて生誕ライブをした時にいただいたスカートなんですけど、と大事に使わせてもらってます。ありがとうございます。はい、これは明日も着る洋服なんですけどね、明日っていうか2日目も。はい、そしてボートショーなので船がたくさんあって船に乗ってみました。この写真に一緒に写ってくれてるのは西島舞ちゃんっていう一緒にエミポスの活動をしている方です。ももも船の運転ができるようになったらかっこいいなって思いながら船を見てました。そしてなんやかんお仕事が終わった後、ちょっと時間があったので横浜でね、美味しいジェラート屋さんのキャンディーアイスを食べました。そしてその後はこの展示会にね、招待していただいたので、お邪魔してきたんですけど、まあこのお洋服とかあとはリボンをたくさんゲットして帰ってきました。届くのがとても楽しみです。もうリボン大好きなので。そして2日目はベレー帽をかぶっちゃったりなんかして、でまた次の日も早速お弁当を食べました。はい、サバですね、これはとっても美味しかったです、サバで。休憩時間にこの海の上にあるカフェに行ってきたんですけど、海の上にあるからかなんかずっとプカプカしてて、お店ごと揺れてたんですよ、プカプカ。それがなんか船に乗ってるみたいな感覚で、すごく素敵なカフェでした。で、クランベリージュースっていうのを初めて飲んで、真っ赤な可愛いジュースを飲んで、そのまままた次休憩終わってお仕事に戻りました。こんな感じの会場でなんか船がたくさんあるんですけど、車とかもあってね、で、オーバーマリンキッズプログラムっていう小さい子向けのものをやってたんですけど、こんな感じで机が並んでて、で、この小さい子が汚しても大丈夫なように新聞紙引いたんですけど、見て、これももが貼ったんだけど、ピシってすごい綺麗じゃない。時間がないって言ってんのにね、始まるまで。今この一つの机にすごい時間かけて、すごい綺麗にピシってやってたの。 AB 型の A 型の部分が出てきましたよ、ここで。はい、こんな感じでもちゃんとお仕事をしてます。で、BGM に亀戸さんが2017年に歌った海ポスさんの曲がね、流れてたので、ちょっと写真をパシャッと撮ってきました。そしてお絵かきももちゃんもしていいよって言ってもらったので、こうお絵かきをしたんですけど、これがこうペペッと黒くなって、そしてももがこの大好きな絵の描き方ね、あのスクラッチで絵を描いて、港未来の夜景です、これ。わかりますか、夜景ですよこれは。はい、そんな感じで2日間が終了して、こう一緒に2日間お仕事してくださったみんなで写真を撮りました。海洋連盟の皆さんと愛ちゃんとももです。楽しかったですね、2日間。で、帰りは横浜のももが大好きなデパ地下によって、このなんだっけ、オードリーっていう可愛いお店があるんですけど、いつもね、いちごの乗ってる可愛い、なんていうの、焼き菓子売り切れちゃってて、で、その日も売り切れちゃってたの。だから、リボンの焼き菓子があったので、買って帰りました。たくさん買いました、これを。で、その他にも、明宝ハムっていう、これは大好きなんですよ、ハム。美味しいので、皆さんも買ってみたらいいと思います。こんな感じで、2日間が終了したんですけど、ももちゃんお仕事してないんじゃないって、この動画見た感じでは思いますよね。でも、ちゃんとしてます。この動画外でちゃんとお仕事をしてるので、安心してください。
あの海ポスっていう海のポスターを作ろうっていう企画にモモもスタッフとして参加してるんですけど、そのなんて言うんだろうな、小さい子向けに今回はやったんですけども、大人の方も参加できる部門もあったり、グランプリには賞金が、ちゃんと賞金があったり、なんかいろいろと楽しいイベントなので、皆さんも一緒にぜひ参加して盛り上げてくれたら嬉しいです。はい、海なんか写真とかでもね応募できて、イラストじゃなくても、気になる方は海ポスって調べると詳しいことが出てきますので、この動画を見た方は絶対に調べて応募してください。絶対だよ、絶対ね。というわけで、最後なんでこの画像はって思った方もいると思うんですけど、最近ももがハマっているクローズです。というわけで、ここら辺で終わりますかね。みんなバイバイ、見てくれてありがとう。以上、高菜ももでした。海ポスー、海ポスー、またねー。